こんにちは。今回はですね、基礎知識としてですね、二十四節気、それをですね、覚えましょうということで、ですね。まあ、それは覚え方、まあ、まあ、根性で覚えればいいんですけども、まあ、こんな風にするとですね、ちょっとは楽に覚える出るんじゃないかという、そういうことをですね、お話ししましょう。まあ、二十四節気というのは、旧暦の春夏秋冬、これは四季ですけども、これをさらにですね、何個その、六つ、さらに四つを六つに分けて、四倍で二十四と、六四二十四になるんですね。まあ、四つに分けたら九、365÷4 で約90日ですね。それぞれ90日。30日が一月でその3倍ですね。で、そのですね、24で割るということは、その12では12ヶ月のさらに半分ということで、約15日ごとにですね、変わってくるということで、それを覚えるんですが、まずはですね、春夏秋冬の始まりの部分を覚えるといいんですね。それが、立春ですよ。立春。ね。そして、立夏。立夏。そして、立秋と。で、立冬と。ね。これが2月の4日ですか？ああですね。5月の6日あたりですか？ね。2月から5月から約3ヶ月ですね。で、これが立秋が8月のですね、8日、え？ 7 日か8日ぐらいですわ。で、11月。ですね。ぐらいで、になります。これ3ヶ月ごとになるね。90日ごとですね。そして、その間ですね。間が、ですね、春分です。45日。ですね。で、さらに45日すると立夏ですね。で、さらに45日すると、これが夏至です。45日、立秋。で、秋分。立冬、45日で、冬至と。南京君ですね。という風に、これで8等分できましたね。365日を8等分できました。45日ずつですね。そして、45日ですから、その間に2つずつですね、入れていくと、ですね、成立するということで、立春の次には、ですね、まあ、春めくと雨が降るようになります。薄いですね。ね。そして、土の中から、ですね、虫が、ね、出てくるようになります。ですね。啓蟄と言います。ね。そして、春分の後ですね。まあ、清明節ですね。清く明るいというですね。墓参りの日。大体ですね、清く明るいと言いながらこれ雨がよく降るんですね。春に3日の晴れ間なしというやつですね。そして、ですね。まあ、雨がよく降るので、ですね。穀雨と、ですね。いうこ、ね。ね。穀物を芽生えさせるですね。雨が降るということですね。そして15日後に立夏ですね。で、まあ、これがゴールデンウィーク。ごろでね。それから15日経つと、もうね、小満といってですね、まあ、草が、ですね、わかめがだいぶ大人になってしまうということですね。
そして、その次が防守ですね。ちょっと、田植えをする時期だそうです。防守、ね。で、夏至いいですね。夏至が終わったら、暑くなった小暑、大暑、これ覚えやすいですね。まあ、大暑、立秋、このあたりがもう一番暑い頃ですね。そして秋になりますと、ですね、暑さもですね、やがて、ですね、柔らか、少々ね、そしてまあ梅雨が降りてくる白露。秋といえば梅雨なんですね。梅雨という字がつくですね。二十四節気二つあって、ですね。まあ春といえば雨なんですね。薄い濃くですね。ね。で、次にですね、秋分が来て、その次にですね、まあ梅雨もですね、肌寒くなります。寒露と。寒露ですね、寒い梅雨ですね、そして、ですね、それから15日するとですね、もう今度はもうですね霜になるね、霜降と霜が降る頃と、霜降、今ではなかなか山に行かないと霜は降らないでしょうね、この頃ね。そして立冬、11月の初めですね。ね。で、冬は覚えやすいんですわ。ね。立冬過ぎると雪が降り出しますよ。小雪。大雪。大雪ですか。大雪。ね。で、冬至が来て、今度はもう寒なると小寒、大寒とですね。というふうにいいですね、まずは4等分しますですね。4等分して、そして8等分します。8等分します。そして、この8等分の間に、ですね、2つのものが入っていくというふうに考えていけば、ですね、ですね、この間のはお弁当あかんね。お弁当あかんけども、この二十四節気がめでたくですね、いきます。そして、まあ、取り立てて申し上げたいのは、これが一番日の長い日ですね、この日ね。そして、ここが一番日の短い日です。ね。そして、これがちょうど同じぐらいいうことですね。このね、ここと、ここ。ね。というですね、そういう時期なんですが、ね。その、実はその間に、立春、立夏、立秋、立冬というのがあるんだという方が、まあ、わかりやすいかもしれません。ね。で、ということで、ですね、立春、薄い、啓実、春分、清明、国、立夏、ね、夏も近づく、八十八夜の、ですね、数日後には立夏です。小満、防守、夏至、いいですね。小暑、大暑、立秋、この頃が一番暑いんですよ。ね、諸暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒と、いう風にですね、どうでしょうか、覚えました？まあ、ね、おいおい覚えていければいいんですね。で、これ、ですね、新暦、太陽暦の方とはちょっとですね、ずれているのはなぜかというと、太陽暦は、ですね、気温の、ですね、暑い、寒い、
というのを中心に考えていますから、一番暑い時ですね、7月と8月の間あたりですか、それを真ん中にしてます。で、ところが、で、一番寒い時、1月、2月の間あたりですね。それを真ん中にして、夏と冬を決めて、その間が春と秋ということですね。旧暦の太陰暦ですね。東洋の太陰暦は、太陽の、長さで、春夏秋冬を決めてるんですね。ですから、一番長い時が、夏の中心。一番短い時が冬の中心、そしてその対極、その間が春分と秋分、ね、ということで、春夏秋冬を決めているということで、新暦と旧暦ではですね、そういう差、太陽の長さが旧暦、気温の暑い寒いが新暦ということで、決まっているんだと。ということで、まあ、ズレがあるということは、致し方のないことで、ね、そういうところから、何ですか、四季は、それぞれの考え方によっているということです。それぞれ分かればね、そんな、なんでやろうってね、基準にするものが違うからですということです。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。